リキ、おいしくなって新登場。トリキ、トリキ、噛まれてなって新登場。食べなきゃわからない。じゃん。ポリキーナ、ポリキーナ、ポリ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 キーナ、ポリキーナ、ポリキーナ、パリパリパリポリキーナ。はい、ということですね、本日は新登場とは言ってもポリンキーではなくてポリンキーナのご紹介でございます。ニュー三角お米のポリンキーナー、塩チーズ味。こんな美味しさ参っちゃうよね。今回はこいつらだけじゃないんですよ。なんとじゃん、ポリンキーってどんなスナックなの？お米を使った真っ白なサクサクお米スナックよ。僕らコーンスナックのポリンキーとの違いって？おお、めっちゃチーズのいい匂いしますね。見た目はこんな感じ。ひょー、真っ白、こんな感じ、すごい白いです。ポリンキーのほんと白い版って感じですね。いただきます。うんうん、普通のポリンキーもサクサクなんですけど、そのポリンキーよりもサクサク、断面がこう、なんて言うんでしょう、熱いんですよ、すごい分厚いで、なんか軽くてすごいサクサク、味はもうチーズなの、チーズ、なんて言うんだろう、モッツァレラチーズに塩感をちょっと足したような感じ。これはもう一袋なんてペロッといっちゃうようなうまさですね。そのプリンキーもサクサクサクってなんだけど、これなんかもう、あ、なんか仕上がりが、なんかこう、シャギ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 っていう感じ。はい、見てください、お米を使ってるだけあってカロリーが 276g ですね。この手のスナック菓子にしてはカロリーは少なめなんじゃないかなと思います。ちなみにこれは、ファミリーマートで見つけてきました。価格はごめんなさい、ちょっと忘れちゃいました。100円ちょっとぐらいかなだったような、覚えがあります。はい、ということで本日は小池屋さんの真っ白ポリンキーナ、塩チーズ味のご紹介でした。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。